興への羅針盤です。今年3月に県が示した最大クラスの津波による浸水想定を受けて、沿岸部の自治体は緊急避難場所の見直しに取り組んでいます。新たに町内の7カ所を緊急避難場所に加えることを計画する大槌町での取り組みと見えてきた課題を取材しました。どこの自治体の防潮堤も防潮堤の高さを超えたらば、その防潮堤が壊れてしまう。6月、大槌町の小賀口地区で津波の緊急避難場所について町と住民の意見交換会が行われました。現在、小賀口地区は町の人口のおよそ1割にあたる1300人余りが暮らしています。東日本大震災では一部の住宅が浸水被害を受けたものの、建物の流出といった大きな被害は免れました。しかし3月に県が示した最大クラスの津波による浸水想定では、地区のほぼ全域が浸水し大きな被害が出る可能性があるとされました。ところが地区の中には津波の緊急避難場所がありません。逃げても県屋でトイレがない、雨風もしのげない、避難にも難色を示す住民の命をどう救っていくのか。島で逃げるとか。自治会長の松田博さんです。自主防災組織の責任者も務めています。今年1月、トンガ沖の海底火山の噴火で津波警報が出された際、緊急避難場所がないため凍える寒さの中で、松田さんは明かりもない山あいのこの場所に住民を避難させるしかありませんでした。そういうところに避難させること自体が地域の人たちの命を救わなきゃいけない、とりあえずは一時避難だということで、自分を納得させながら一時避難はさせてきてましたので。平野光三町長は緊急避難場所がない地区の現状を重く受け止め、新たに整備する意向を示しました。逃げる方々は支持したいということがありますので、それは計画的にこの地区について進めなきゃならないと思ってましたから。県が示した想定によりますと、大槌町では最悪の場合、人が住む平地の6割以上が津波で浸水する恐れがあるとされました。町内は防潮堤など計画されていたハード面の整備が完了したばかりですが、新たな脅威への備えを急ぐ局面に立たされています。高台移転といいますか、浸水がなかったところに移転された住宅を再建されて移転された方が非常に多いので、そういったエリアに今回浸水区域が広がったっていうのがすごく説明苦慮するだろうなというのは我々も心配したところですけども、丁寧に説明していかなきゃいけないなというふうに考えました。町は緊急避難場所の見直しを行い、今月新たに町内の7カ所を指定する方針を示しました。新たに指定されるキリキリ地区の高台にある高齢者施設です。東日本大震災の時、施設は緊急避難場所ではありませんでしたが、近隣に住む多くの住民が避難してきました。施設はこれまでお年寄りや体が不自由な人のための福祉避難所の役割を担ってきました。新たに緊急避難場所に指定されることで、一般の避難者と介助が必要な避難者に加えて、施設に入所している高齢者が一時的ではあれ一緒になることが想定されます。そんな中、施設が今最も心配しているのが感染症への対策です。雨だとか風が強いとか雪が降っている中で、じゃあ生活空間、老人ホームの中の生活空間の中には入れない対策であるだとか、あとはそのゾーニングの話だとか、まずそういうものをしていくときに不足なものはやはりきちっと行政の役割の方として支援をしてほしいと思うし、そこら辺の想定もこれからだと思います。新たに緊急避難場所の整備が必要とされた小賀口地区、町が整備を検討している場所は
大雨の際に土砂災害の危険があります。しかし地区の中で他に適した場所がない中で、自治会長の松田さんは新たに示された浸水想定をこう捉えています。今回の想定はびっくりはしてません。この想定を地域の方々が自分のこととして、もっと津波に対する警戒心を持っていただけるだろうと、むしろ私はプラス方向に考えて活動はしていきますけど。緊急避難場所の見直しと合わせて、災害から命を守るために住民には高い防災意識と素早い避難行動が求められています。浸水想定をかぶせているので、